内閣府は1日、地方文献改革有識者会議を都内で開き、地方からの文献提案に対する国の対応方針案を固めた。自治体が提案した207件の法令改正や権限以上などのうち、90%に当たる186件について関係省庁が実現に向けて対応するとしている。年内に閣議決定する全国知事会も評価している、7月の全国知事会議。 2014年以降、内閣府は自治体から提案を募集して関係省庁と接触する、提案募集方式を採用している。地方提案の実現率は例年70%前後で今回は最も高い。小学生を預かる放課後児童クラブの支援員について全国一律の基準を地域の実情に合わせて運用できるようにする奨励改正などが実現する見通しだ。 関係省庁は方針案に沿って制度を見直す法改正が必要な場合は18年の通常国会に関連法案を提出する。内閣府文献改革推進室によると、法改正は15件前後になる見通し。全国知事会で文献改革を担当する鳥取県の平井信春知事は、高い実現率だ。長年の懸案にも手を入れてくれたと評価した。